水戸くん。声がでかい。図書室は一応死後厳禁だぞ。そんな今さら。じゃあ小声ならいいですか。ノイ近い。近づかないと聞こえないじゃないですか。それとも何ですか。水戸くんは私に寂しく独り言でもつぶやいてろって言うんですか。悲しいです。しくしく。ああ、はいはい、わかった。で、何の話だ。見てください、この本、このページ。ん？同じ漢字が3行も連続で横に並んでるんです。しょうもな。まあ、せっかくの人の話題提供を。思いついたことを全部つぶやくな。僕は君の SNS か。そんなに言うなら水戸くんが話題を提供してくださいよ。ないんですか、私に何か話したいこと。そうだな、とりあえず。とりあえず。息がくすぐったい。おい声がでかいですよ、水戸くん。